次に田村貴昭君。田村君。日本共産党の田村貴昭です。よろしくお願いします。バブル崩壊後、デフレとの戦いが日銀の最大の課題と言われてきました。しかし異常な異次元金融緩和を10年間やってみたものの、30年近くデフレが解決したと言える状況になっていません。この90年代以降のデフレの原因について、先ほど植田総裁候補にもお伺いしました。デフレが日本経済にどのような問題を起こしているのか、デフレの何が問題なのか、副総裁候補のご見解を聞かせてください。内田候補はデフレの状態ではなくなったと先ほど言われましたけれども、デフレの問題がそのもの解決されていません。その理由について、日銀の分析が誤っていたのか、日銀の処方箋が間違っていたのか、ご見解を聞かせてください。内田参考人。お答え申し上げます。デフレ期に定着しました賃金、それから物価が上がらないという考え方、これがですね、いろんな意味で硬直性を生んでいるというふうに思っておりますし、ここが変わっていくことがですね、賃金がしっかり上昇することを伴って物価が上がっていくという世界を実現していく上で極めて重要だというふうに思っております。で、これがなかなか達成できていないということにつきましては、先ほどの答弁と重なるところありますが、定着するのに15年のデフレ期の中で定着してきたものですので、これを変えていくにはやはり時間がかかった、それは思った以上に時間がかかったということかと思っております。で、それに対してできるだけさまざまな工夫をしながら、有効な緩和を模索してきたのがこの10年間であったと考えておりまして、このやってきたこと自体はですね、金融政策としてできるものとして間違ってはいなかったというふうに思っております。田村貴昭君。内田副総裁候補は金融財政事情2016年3月21日号でマイナス金利導入にあたって考慮すべき事項として、金融機関収益及び金融市場への影響がある、金融仲介機能をかえって弱める方向に働くことはないのかという点が、この政策を考える上で最も重要な論点と指摘し、結論的には今回の政策枠組みでは金融仲裁機能が弱まることはないと述べています。しかしながら、低金利環境の継続により地域銀行の貸し出し利ざやは低下している中で、地域銀行は収益を確保するため国内での貸し出し残額を増加させているものの、残高増加の影響により利ざや低下の影響が大きく、地域銀行の資金利益は低下を続けていると、このように金融庁でさえ認めざるを得ない状況になってきました。そこでお尋ねしたいんですけども、マイナス金利政策の評価についてご所見を聞かせてください。そして銀行収益の悪化をもたらしたということは、これは明らかに副作用だというふうに思いますけれども、このまま銀行の収益悪化を犠牲にしていいとお考えでしょうか。やはり副作用が大きすぎたので、マイナス金利政策は改めていくべきだとお考えになっているのか、お答えいただきたいと思います。内田参考人。お答え申し上げます。実は、イールドカーブコントロール YCC というのは、この点も配慮しながら政策を行っていくために導入した枠組みです。当然、金利が低いほど経済物価への刺激効果は大きいわけですけれども、同時にそのことは金融仲介機能に影響を持つということも考え、バランスを取った上で適切な水準にコントロールしていくということで、現在はマイナス 0.1% の短期の金利と 0% 程度の10年の金利ということが、その両方を考えたときに最もバランスが良いということで対応しているわけでございます。したがって、その点を無視しているということではございませんで、両者を考えた上で適切な金利に促していく、金利形成を促していくというのが現在の私どものやり方です。その上で、ご質問の地域金融機関につきましては、これは人口減少あるいは企業数が減っているという構造的な要因と、それからおっしゃった、低金利による問題、双方があるというふうに思います。ただその中にありましても、地域の金融に対して、
地域機関の皆様が果たしている役割という点からいきますと、しっかりと金融仲介機能は果たされているというふうに考えております。田村貴昭君。先ほどですね、現在の金融緩和対策に対して企業の収益増、それから雇用増、等々の理由があって、大きな効果があったと。で、悪影響と比べてみれば効果の方が上回っているというふうにおっしゃいました。で、これはなんか数量的にですね、示せるものがあるのかどうか、これについてご説明いただきたいと。もう一つは日銀のその緩和政策について、変更すべきだと考えている方が過半数を超えた、こんな世論調査もあります。国民の思いとですね、ギャップがあるんじゃないでしょうか。その点についてはいかがでしょうか。内田参考人。私ども、21年3月に点検というのを実施しまして、その中で、大規模な金融緩和を行わなかった場合と比べまして、実質 GDP の水準がプラス 0.9 から 1.3% 程度、また CPI の前年比が平均で 0.6 から 0.7% 程度押し上げられたという、カウンターファクチュアルシミュレーションと申しますが、そういった試算を出しております。もちろんこれがすべてではありませんけれども、効果の方が上回っているというふうに考えて、ております。また国民の皆様に対してはですね、私どもが今金利を上げるべき状況ではないということをですね、きちんとご説明し分かっていただく必要がある。そういう意味では私どもの説明をですね、より充実していく必要があるというふうに認識しております。田村貴昭君。終わります。はい。